ベック札幌校で社会保険労務士講座を担当している若井と言います。今日は、社労士試験に合格するためにはというテーマについてお話をさせていただきたいと思います。まず、一つ目として、社労士試験に関してなんですが、まず合格者の内訳を見たときに、まあ、皆さんご存知だと思いますが、いわゆる会社員の方が大体6割ぐらい、合格者のうち6割を占めていまして、で、その次に続くのが、いわゆる無職、まあ、多分なんですが、まあ、いわゆる、サラリーマンの配偶者の方ですね、この方々も無職という括りになっていると思うんですが、その方々が大体1割ぐらい、それとその次に続くのが公務員の方々の合格率、合格者の占める割合がですね、8%ぐらいということになっていまして、で、何が言いたいかというと、まあ、社会保険労務士試験の合格者の7割以上、ほぼ8割近い方が、ほぼ働かれている方ということで、働きながらでも受かる資格ということになります。なので、まあ、一生懸命ですね、働いて一生懸命勉強すれば、仕事をやりながら社労士試験にも合格することができるという資格ということなんですが、ただ、働きながら片手間の勉強で合格できるかというと、さすがにそれでは合格できないというのが社労士試験でもあります。なので、2つ目として、働きながら合格するためにはどうしたらいいかということについてお話ししますが、まず1つ目としては、まとまった勉強時間が確保できるのかどうか。なので、まあ、まとめて勉強ができれば効率よく勉強できるということには当然なるんですけれども、例えば週末を勉強時間に充てるとかですね、年末年始とか、お盆とかですね、そういう長期休暇を勉強時間に充てることができるのかどうかということにはなるんですけれども、ただ、やはりこれをやろうとすると、やはり家族の協力がどうしても必要になってくるということになりますので、そんな家族の協力を何年もお願いするというわけにはいかないので、当然のことながら、やはり早期に合格するということが必要になってくるかと思います。で、2番目として、まとまった時間が取れないという方もやっぱりいらっしゃいますので、そういう方に関しては、やはり、隙間の時間ですね、隙間時間を効果的に使えるかどうか。例えば、働かれている方なので、通勤時間にどれぐらい勉強できますか、お昼休みにどれぐらい勉強できますか、ということですね。あと、お家に帰られてから、まあ、当然いろいろやらなければいけないことあるんですけれども、まあ、その隙間の時間を、効果的に集めることで勉強時間を確保するということが当然考えられます。で、3つ目といたしまして、やはり資格予備校に通う、または通信教育を利用するということで、やはりそういうのを利用することで効果的な勉強ができるかと思いますので、初めて勉強される方がですね、独学で勉強しようとすると、どうしてもどこまでやったらいいのかとか、難しい問題がやっぱ出てきちゃいますので、そういう意味では、初めて勉強される方は、やはり予備校を利用する、または通信教育を利用するというのが、一番時間が無駄にならない方法なのではないかなというふうに思います。で、その上でですね、レック札幌校で私がどのような講義を意識しながらやっているかということについてお話ししますが、一つ目としては、私自身が社会保険労務士として実務家として仕事をさせていただいていますので、今この現状で社労士がどのような状態、どのような仕事がやはり相談として多いのかということが、やはり皆さんにお話ししながら授業ができるかなというふうに思っています。例えて言うならば、今コロナが終わって、その後経済が立ち上がり、まあ、一般的には人手不足というお話がやっぱり出てきているんですが、まあ、そんな世の中でありながらも、逆にですね、仕事をしたくてもつけないような、職種であったり、まあ、年齢層だったりというのがあります。具体的に言えば、やはり高齢者の正社員採用というのはやっぱり難しいですし、一般事務を狙っている方々も、やはり正社員化という意味では結構難しいということにはなります。
まあ、そのような状況がですね、私のところに相談もやっぱり来ますので、受講生の方には今世の中こんな感じで、社労士はこういう相談が多いですよというお話を、実務の話を交えながら授業をしていくことで、まあ、社労士がどのような立場で、利用されているかということを、やはり、皆さんにお話しすることができるというのがまず一つ。それともう一つなんですが、これはですね、私自身が受験生の時にとてもやはり、どうしたら合格するのかなということで悩んだ結果の、考え方なんですが、テキストをですね、線を引いて、まあ、丸暗記しなさいというような授業は、やはりどうしても容量オーバーになり、覚えきれないという問題が発生します。したがって、できるだけ暗記に頼らない授業を進めて、考えて進めさせていただいております。例えば、年金の授業で言えば、生年月日が出てくるんですけれども、その生年月日は、なんとなく決められたものではなくて、きちっとしたルールにのっとって出てきた生年月日ということになりますので、そのルールさえ分かれば、基本的には生年月日を丸暗記するのではなくて、理解したことで、その生年月日が導き出せれば、その分だけ記憶しなくても良くなるので、頭がすっきりするということになりますので、できる限りですね、まあ、今のは年金の例ではあるんですが、その他の科目についても、できるだけ暗記ではなくて、理解してもらえるような授業の進め方をさせていただいております。で、札幌でですね、社労士の勉強をされたいという方がいらっしゃれば、レック札幌校で私が授業をさせていただいておりますので、一度覗きに来ていただければと思います。今日はありがとうございました。